はい、皆さんおはようございます。じゃあ今日は1ヶ月1000キロ生活19日目やっていきたいと思います。今日はね、日曜日であります。そしてなんと超久しぶりの晴れ間が見えてるんだよね。なんでこれはね、絶好機です。逃すわけにはいかない。この木にね、私は大紫を探しに行きたいと思います。皆さん知ってます？大紫、蝶々ですよ。非常に美しい蝶々です。国蝶ですよ。国、日本の蝶に選ばれてる蝶であります。それをね、山梨県の北杜市長坂町っていうところにね、大紫の里と呼ばれているところなんですよ。そこに大紫を探しに行こうと思います。どうです？見つかると思います？まあぶっちゃけ自信はないんですけど、大紫は6月から7月に成虫になって、そんで産卵して8月にバタバタといなくなっていくと言われていますね。はい。現に数日前に行ったと思うんですけど、走ってる最中ね、国道だったんですけど、大きな道ね。そこでね、大紫はね、3頭見てますね。まあ、残念ながらどれも亡骸だったんですけど、生きてる大紫はね、まだね、死にしてないですね。なんで今日ね、見れることを祈りつつ、長坂町に向かいたいと思います。まあまあの距離ありますんでね、まあ、晴れてるってこともあるんで、熱中症には気をつけて、水分補給をしっかりしながら行きたいと思います。それじゃあ食事からゴすげえよく荒れてる。暑いな。失敗した。長袖。水分補給はね、しっかりしていきたいと思います。暑い。めちゃめちゃ暑い。今年になって今日一番暑いと思う。と思って温度見てみたら28度でしたね。まあ確かに今年俺が感じた気温の中で一番高いですね。水分補給はマジで欠かしません。この暑さはね、本気で具合悪くなる暑さですね。さてね、どんどんね、大紫の里に向かって走っていきますよ。まだまだ距離はある。すげえいい陽気。めちゃめちゃ暑いわ。この先食べ物があるかわかんないからね、食っときます。美味しいやつ。はい、今日も犬走り行こうとは元気に草を食べてますね。おい、ヘロー。草に夢中ですね。ゴート、今日は俺、大紫見てきますからね。バイバイ。ゴート、見向きもしねえ。バイバイ。はい、ガンガン走ってます。もうすぐね、この大きな国道からそれて、山の方にね、登ってく道に行くと思うんですが、さっきね、大きな綺麗な河原のところでね、すっげえ可愛いギャルがいっぱい水遊びしてました。あのギャルたちはどうして俺の知り合いじゃないんだろう。まあそんなね、私が水遊びギャル嫉妬民であることはさておきね、さっきね、16キロ地点で栄養があるものも買いましたね。塩とみかんと、あとチー組ですね。チー組、グミ食べます。だんだんこれね、ちょっとずつ食いながらね、行きたいと思います。この先商店もないと思いますんで。チーといえば、私がね、まだね、すごく若かった頃、チーっていうめちゃめちゃすげえモデルみたいな可愛いね、全盛期の上戸彩を細くした感じの可愛いね、彼女がいたことがあったんですよ。でその子ね、めちゃめちゃ可愛くて、でその子が入院してる時になんかめっちゃ優しくしてたら、なぜかね、私なんかと付き合ってくれることになったんですけど、その子がね、可愛すぎるあまりにね、私がチーの話ばっかしてたら、なんと私がね、男友達の間からチーと呼ばれるようになってしまいました。私のあだ名はチーでした。チー組いただきます。そんなね、私のどうでもいい恋愛模様はさておき、
さあ今日は大紫探しに行くぞ。こっからね、大紫センターっていうところまで向かっていくと、多分どっかで大紫出会えるんじゃないかなと思いますけどね。うん、こっから先はね、大紫の動画にしたいと思います。タリオツアーズ大紫探検隊ってことで一本の動画にしたいと思いますんで、今日皆さんがご覧になってるこの動画はそのダイジェスト版になると思います。どうぞ。今日は犬走り大紫探検隊だ。はい、花水坂をね登っています。ここから長坂パンチイン。大紫は言わずと知れた日本の国鳥であります。長坂町っていうのは見れるんですよ。大紫が発見したぞ。びっくりした。私のド S ナビゲーションがこの道を行けって言うんですよ。大紫自然観察歩道だって。左方向です。え、こっち。さらに暑さを増してるような感じがします。ところで蝶ってなんで頭って数えるんですかね。1頭2頭頭の昔に自分の飲み水は枯渇してますんでね。犬走り探検隊は全滅することでしょう。我々は犬走り探検隊だから、自分の足で歩いてさ見つけるんだよ本物を。俺ですらもう体力限界だよ。きっとね、私の妻や子供はめちゃめちゃぐったり激おこでしょう。トカゲ、ヤモリ、イモリ。はい、大紫探検隊撮り終わりました。もうよくわかんない道走ってるんですけど、多分1回だけ走ったことありますね、この道。多分山梨県横断マラソンの時に走りましたね。よくわかんない上にここね、多分道が狭いんですよ。あとコンビニが、もしかしたらここからだと1軒あるかないかですね。非常に水分補給に不安を残します。まあ12キロ先には道の駅小淵沢がありますんでね、そこまでとりあえず走ろうと思いますが、いやしかし家から結構遠くまで来ちゃったな。もう結構疲れたぞ。その大紫センターをね散策するので、何キロか分かんないけど、多分5キロ前後はね散策してたと思いますね。はい、水分補給、まあもうからですけどね。自動販売機があったら積極的に寄っていきますよ。助かった HDS 長坂下城店。ワンチャン2本買うわ。どれにしようかしら。山梨横断マラソンの時に1回だけ走ったことがあるはずのね道を走ってます。全然覚えてないけど、めちゃめちゃ暑い。なんもない道です。自販機もない。もう疲れたし、水分が枯渇した。早くねハッピードリンクショップ来ねえかな。今29度もありますね。まだもう5時近いのに。もうすぐ5時半ですね。普通に日が暮れていきます。ぶっちゃけここどこって感じですね。 JA 梨北って読むんですか、あれ。山梨の梨に北って書いて小淵沢支店って書いてあるんでね、別にそうそう道間違えてないとは思うけど、全然身に覚えがない道ですね。ここ走ったことあるかもしれないけど。飲み物にありつけました。99キロカロリー。うん、まあ自動販売機も適当に出てきてくれるんでね、なんとか水分枯渇せずに済んでます。あと何キロぐらいなんだよ。あえてね調べないです。多分どうかな、あと15キロ弱かなと思うけど、まあそのうち知ってる道に出ると思います。あと2時間は走らなきゃダメだな。頑張りましょう。疲れた。長野県帰ってきました。マジ疲れたよ。山ん中知らねえ道だったけど、やっとね知ってる道出てきましたね。さて、いや本当はもっと遠回りできたけど、今日ねまあ
いろいろ大紫探し回って疲れちゃったからね、最短距離的な道で帰ってきました。というわけで、まあまだまだね、まだ10キロ弱残ってますけど、トータルで今日50キロ走らないですね。 49.5 キロです。本当はもっとね、山の方回って帰ろうかなとも思ったけど、思いのほかっていうか、普通に疲れてるんでね、走った距離以上に歩いたり散策してますんでね、まあ5キロぐらいは散策したんじゃないかな。まあ最短距離で水分補給しながら帰ります。はい、だいぶ戻ってきました。あと自宅までは 2,3 キロですね。画面通すとだいぶ明るいけど、もう結構ね、もう日没寸前ですね。で、バッテリーもなくなっちゃったもんで、もうバッテリー切れる寸前なんでね、これ飲んだらすぐ帰りたいと思います。73キロカロリー。これなんて読むんだろうね、ヨイチかな。俺さっき梨北とか言ったけど、あれもリホグだったしね。漢字読めない系 YouTuber になっちゃうかな。自宅直前の急坂を登ってるんですけど、ちょっと思い出したことがあったわ。見てこれ、 G 組ですよ。 G 組ちゃんとね、ゴミは持ち帰りましょう。はい、ただいま戻りました。今日はね、長い旅でした。そしてね、面白い旅でしたよ。大紫ね、まあ視認することはできた。雄大に飛んでる大紫を見ることができたんでね、今日は満足です。またね、この大紫探検隊の様子はね、編集してタリオツアーズにアップするつもりですので、楽しみにしててください。じゃあ今日のランニングの内容なんですけど、今日はね、49.5 キロ走りました。これで月間のトータルは 610.5 キロメートルになりましたね。ペース計算してなかった。今ちょっと計算するんで待っててください。はい、計算しました。ペースで言うと1ヶ月996キロペースです。だいぶ戻してきましたね。今日長い距離走りましたからね、もうちょっと走れば1000キロペースに乗ります。頑張りたいと思います。さて、今日の食事なんですけど、今日はね、結構ね、めちゃめちゃ暑かったんで、やっぱ食料と水分補給に結構ね、意識をね、持ちながらランニングしてたんで、頻繁にね、カロリーのある飲み物を補給してました。なんでね、ちょっとオーバーしちゃいましたね。もうちょっと距離があるかな、消費カロリーがあるかなと思ってたんで、ちょっと摂取しすぎちゃいましたね。なんでちょっと NG2 つになっちゃいました。まあしょうがない。これでね、今月の NG が9個になっちゃいましたね。はい。俺今月の NG の目標数いくつだったっけ ?8 だった気がする。なんで NG 超えちゃいましたね。まあしょうがない。うまくいかない時もあります。反省しております。今後は食事を取りすぎないように気をつけたいと思います。それじゃあたったのコーナー GO! はい、たったのコーナーなんですけど、今日は 49.5 キロ走ったのと、あと5キロぐらい大紫センターの周りをね、散策してたんで、トータルは 54.5 キロになるはずなんですけど、結構ね、短く出ちゃってますね。これ原因考えたんですけど、ちょっとね、アクティビティの方の画像も撮ってるんで、そちら見てください。はい、これ今日走った道なんですけど、結構ね、日の春駅のあたり、大紫園センターのあたり散策したところは結構ごっそり抜けちゃってますね。やっぱり遅いスピードで歩いたりすると、その分ね、止まってると立ったが勘違いしちゃって、それで計測がね、止まっちゃってるというのがあるかもしれません。あとね、後半のところがそうなんですけれども、標高が高い位置でね、結構途切れ気味になっちゃってますね。やっぱり電波が悪いと、もしかしたらね、途切れちゃうみたいなことがあるかもしれません。もしよかったら参考にしてください。今日は終わり。